はい、どうもライトです。さあ、ではやっていきましょう。今回は、マインクラフト統合版のですね、マーケットプレイスで配信されましたテトリスアドベンチャーマップをやっていきます。はい、ということで本日、配信されましたこちらやっていきますんで、よろしくお願いいたします。では1からいきましょう。スタート。実際は途中までやっておりまして、はい、で今回はちょっと BGM 入れてみました。はい、なってますね。はい、こんな感じですね。で FOV も60以上、まあ視野ですね、視野60以上入っております。まあちょっと著作権がどうなるかわかんないんですけど、とりあえず入れてみました。うん、なんで今回はこのなんてフリー BGM、 フリー素材は使っておりません。じゃあ行きましょう。これはね、さっきやったんで、これひどいよね。君は本当にこの村人が好きに違いない、私はファンじゃない、好きに違いないのにファンじゃないって言われた。失礼な、本当にこの村人はちょっと失礼すぎんだ。うん、よくないよくない。彼を返せ、手を貸すよ、優しい。じゃあ行きましょう。さあ、ここからが恐怖の時間でございます。あ、髪はやっちゃった、入っちゃった。あち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 。え、ありがとう。囚われた人を救うために、何も聞かないで助けようとする人を責めることなんてできないよ。それともただのバカなのかい？私のことは知っているだろ、テトリス。テトリスを知ってるという。テトリスを知っていると思っている。そう、登録商標だぞ。商標登録逆だろうな、多分。まあまあ、翻訳はあれなんでね。とにかく何が起こるかお楽しみ。びっくりした。力を蓄えないといけない。もうすぐ君に会えるからね。何のことだ？かっこいいね、これ。オープニングはしっかりしてあるってすごいね。わー、助けてーって。面白い。さあ、こっから物語のスタートですね。で、ここには最初は何もないんでいいんですけど、ちょっとオプションだけ気をつけてください。ここのゲームオプションのハードドロップは有効化にした方がいいです。これはした方がいいですね。あとはね、特にないと思います。うん。まあ、これはコントローラー設定ですね。まあ、ここキーマウス設定にしておきましょうか。ミーボードなんですよね。キーボードじゃなくてミーボード。ちょっと翻訳失敗ですね。ミーボード。あれかな、あれスイッチやったかな、よくわかんないけど。統計はこちらが開始以来あなたが達成したことです。何もないよと。ああ、なるほど。実績ですね。まあいいでしょう。行きましょう。ハイにしたけど EA になるとどうなるんだろう。お、簡単説明。おー、なるほど。初めてやる人用にとってこういうのあるんだね、ちゃんと。テトリミナはプレイフィールドの中に落ちます。はいはい、落ちていきます。で、あっちが NEXT。右側が次に出てくるものですね。はい。で、ホールドで、テトリミナを後に取っておきましょう。後で出せますね、ってことか。テトリミノを回転させて調整し、ラインを作りましょう。ラインクリアを完成させて、ポイントをゲットしましょう。完成。OK。頂上からはみ出たらゲームオーバーです。あれ、上ですね。あれでゲームオーバーとなります。以上です。ゲームの攻略方法を教えたくてうずうずしている者たちが他にもたくさんいます。テトリモンスターを倒すにはあなたの助けが必要です。とりあえず私は消えますね。はい、バイバーイと。はい、じゃあどんどん行きましょう。で、ここではちょっと説明が入りますね。回転方法は、右クリックが右回転、左クリックが左回転となります。はい。で、ここが、あれですね。左右下のやり方ですね。自動的に落ちてくるんですけど、下に押すと早く落とすことができる。で、左に移動して右に移動するという感じですね。で、ジャンプするとチュートリアルが終了。はい。で、さっき言ってたホールドですね。ホールドはスペースキーですね。ちょっとね、キーのあれが気になるけど、あれはスペースキーです。スペースキーを押すことでホールドできますということですね。で、ちょっと前、
回のね、ゲーム紹介の時には言ってなかったんですけど、この上にですね、ちょっとアイテムがありましてね、それをちょっと取りに行きます。教えてなかったんですけど、ね、この上に、ね、あるんですよ。あ、しまった。ほいっと。で、この上に、こうやってアスレがあって、あの、上の方に何かしらあるんですが、それを取ることで、あ、ダメだった。むず。むずいっすね。ちょっと難しいけど、頑張るぞ。よし。行きましょう。最初一面だけクリアしたけど、ああくそ、むずい、むずひんですけど、はいっと、ほう、よし、よし、行くぞ、はいっと、あ、行けた行けた、ギリジャンですね、ほんと。こう言って、はい、で、キリちゃん、おー、危ねえ。あー、怖い。キリちゃん、キリちゃん、オッケー。キリちゃん、よし。はい、おーし、よしよし。お、あったー、オッケー。秘密のシンプルなミノを一つ見つけまして、三つすべて、あと二つですね。よし、探しましょう。で、この先にあると。で、次にも、シンプルミノがあります。で、シンプルミノはこっちですね。で、ここは、ツタになってますね。ツタになってます。はい。で、この先に、ミノがあります。シンプルミノが。で、残り1個は、おそらく、なんか、全部クリアした後に出てくるマップなんじゃないかなとは思います。最初の初期地点は何もなかったんですよね。特に。うん、もう行くことないだろうし、行けないし。かー、しもたーこれはきつい。取りたいんだよな、シンプルミノ。よし、行こう行こう、シンプルミノ取り行こう。30分でどれぐらいできるかだな。まだマップと全体的に調べてないんで、ゲーム紹介の時は、とりあえずボス戦まで行くために一気に進んだけど、その周りのことを全然見てなかったんで、それもちょっと確認しながら行きますね。よし。まだちゃんとね、全体を見てないんで、うん。そこを見ないといけません。さあ、行きましょう。はい。じゃあ、この先。シェンポンミノ、はい、オッケー、これきつそう、はい、おー、危ね、はいっと、よしよしよし、ギリジャン超え、はい、オッケーオッケーオッケー、そう、はい、あー、うん、よし来た、よし来た、よし来た、はい、オッケー、あと1個、まあ、も、まあ、この、あ、あ、おそらくですけど、そのやっぱ反対側にあったやつ、やっぱあそこ、ここになんか出るんじゃないかな。ってことで、クラシックプレイスタートです。何しようかな。まあまあ、3分間でできるだけ多くのポイントを稼ぎましょう。ちょっと次のステージ行きたいんでね。はい。よし、行くぞ。音楽どうなるんだろう。変わんないか。やっぱね、この、どんどん進めるためにね。よし。いいですね、やっぱり。オッケーオッケー。やっぱこのハードロックが必要ですね。ハードロックってでしたっけ。ほい。はいっす。時間があんまないから、早めにポンポン行きましょう。よし。あ、ダメだ。ジャンプしよう。かー、ない。あ、出た、出た、やっと出た。やっと出たー。あ、間違えた。あー、しまった。やっちまったぜ。やっちまったー。あ、間違えた。また間違えた。あー、やっちゃった。
これ右回転の方がやりすぎかな。こうよし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 、あダメだな、出ないな、出た、よしよしよし、出た出た、オッケー、あよかった、オッケー、よし戻った、ここかな、でこうでしょ、もうパンパン行きましょう、パンパンパン、パンパン行きましょう。出るかな。あこっちかな。いや、あ青がある、あるね、来てる来てる。よし。でここでしょ。あ来てる来てる。よし。オッケー。時間は1分1分あるね。オッケー。よっしゃ。行ける。よし。あ、来てるね、来てる。よし、来てる、来てる、来てる。取れた。ナイス。オッケー。普通にテトリスとしても面白いんだよな、これ。テトリスなんですよ、ほとんど。いやー、マジテトリスやん。よし、行こう。出して、ジャンプして。オッケー、オッケー。どんどんやりましょう。テトリスって時に文字があって見えない時あるから、ちょっとあれはどうにかしてほしいな。よし、ここで保存でしょ、これでいっか。よし、オッケー、あと19秒いけるかな、いけるかな、よし、いけよ、いけないかな、あいけるか、いけ、よし、いった、オッケー、もういいかな。あ、終わった。お、ダイヤモンドを手に入れた。よっしゃ。これいいんじゃない？ダイヤモンドトリフィーって。一番上かな。おお。何が起こるんだ。何が起こるんだ。なんだ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 。まあ見たんだけどね。ああ。そしてマップができますと。でってでってでれ。ってことで、行っちゃいましょう。まず、剣と、あ、なんかアイテム違うね。毎回変わるのかな？なんか変わってるね。んで、君、ここ、まあまあ、俺がね、やっちゃったからね。ごめんなさい。テトリマスターをね、やっちゃったんで。このアイテムについてですけど、まあ、地図、あら、手に入ってるかな？これか。地図と、プレイフィールドビューと、これでと、戻れると。で、これで、見ると、こうやって今の自分がいる場所がわかります。音楽がもう、マジで、テトリスやん。テンション上がるんやけど。よし、やってみようかな。こっち何があるかな？お、村人がいる。あ、これは交換してくれるんかな？じゃあいらないものはどんどん交換して、手取り、ミノシャードと変えようか。なんで、これもそんなにいらないでしょ。多分1個でぐらいでしょ。まあ、メンバーがいれば、それは装備させないといけないけど、今特に必要ないんで、いらないアイテム、まあ、売っていこう。リンゴもいるのか。よっしゃ。ててて、ててて、とどてん。ちょっとこれもやってみたいな。うん。他にないかな？だいぶ、これ、どうなんだこれ。どうなんだろう。あ、あった。これはミノツルハシで壊せます。で、落とすのが、シャード落とす、かけら落とすんで、それを回収していきます。で、あ、ここにもあった。おー、エンチャント。いる？あるかな？いるかな？いるかな？あ、いる。よし、倒す。おーし。んで、帽子は持ってるんだっけ？帽子は、あ、売ろう。こういう時に売れるっていいですね。よし、売ろう。で、これを売って、で、よし、
るでしょ。で作るときに多分下の方にあるかな。あったあったあった。これかミノを作りましょう。で5個作れるけど、何作ればいいかな。とりあえずなんかやっときたいです。これちょっとやってみましょうか。このミノは、このミノを作ればいいんですよ。あれは何だ、オレンジかな。オレンジミノちょっと作ってみましょう。多分これでこれをやると、いけたいけた、開くと。でもなんもない必要ないとこ開けちゃったな。なるほど、こうやって鍵なんですね。これが鍵になると。よし、回収回収回収で、足でしょ。あとは入れない。こっちは、あ、レギンスあった。いらないアイテムは売っていくと。で、レギンスゲットして、売れるかな。あ、あったあったあった、まだあった。本当はこういうところが、あの扉がないと意味ないんですよね、たぶん。うん、あ、立て立て立て、よっしゃ、よし。あ、立て、いらないな。まあ仲間がいれば渡せるんやけど、いないんで自分のものにしちゃいます。ソロだとこんな感じですね。どんどん売っていけばいいか。で、いらないものを売っていこう。よし、こうやって売っていこう。はい、売っていく売っていく。よし、売っていく。 OK。 弓も1個ぐらいあればいいから、3つ6かあるね。で、盾もいらないでしょ。なるほど、こうやって売ってって、で、ミノを作ればいいのか。いいね、音楽がかっこいい。いいっすよね、やっぱテンション上がる。あ、これで、これはこういう形のやつを作ればいいのか。ギジャギジャで、ここを取る。これどんどん回収していこう。でもここ関係あるかな。関係ないっすよね、空白だもん。空白だからな、あんま意味ないか。あ、敵だ。だからあんまり必要ないなと思ったらやんなくていいのかな。だからこのまっすぐ行って何もなければ別に開けなくてもいいでしょっていう話なんですよね。ただこっちは、あ、ないのか。だから多分最初は開けなくていいんじゃないかな、もしかしたら。おそらく良さそう、良さげかな、開けなくて。これどうかな、聞こえ、音楽大きいかな、 BGM ちょっと大きい感じするな。うるさかったら変えよう。ちょっと小さくしよう。イヤホンからは全然なんですけど、ちょっと変えとこうか。ちょっと大きいかな。急に大きくなったら小さくなったりするから合わせ方が難しいですね。25ぐらいしとこうか。小さい時はほんとちっちゃいからな。よし、これだったら、ここだったらもうボス行っていいかな。あ、なんかいる。あんた、だあれ、自分の店がないって。あー、いいか、いいよ。ん、なんて、中に入るにはしゃがまないといけないかもしれない。おー、しゃがまないといけないかもしれない。お、あー、なるほど。これ、あれか、弓か。こういうことか。あー、あ、入れた入れた入れた。面白い。なるほどね。こういうのもあるんだ。店か、これ店かな。宝の部屋みたいな感じだけど。そういうことね。いいよ、ありがとう。あ、あそこになんかあるけど、あれは行けるのかな。行けなさそうだよな。やめとこう。もうあんまり無理していくとこじゃなさそう。はいはい。あ、いるいる。2匹いる、2匹いる。あ、OK。あ、あれはなんだ。ででででで。
よし。OK。これ回収しておこうか。ああ、ちょっとした隠し要素もあるし、やね。あ、ここ。ここか？あ、さっきこれがドアで、ドアディレクターですね。だから、この形に合うミノを作ればいいですね。そういうことです。これなんだ？これなんだ？あ、これ放てるのね。なるほど。よし。はいはい。あ、ここがボスの部屋だ。出てきた。うわー、怖そう。これはサムネにしとこう。これサムネ。よし、じゃあ話しましょう。ここまで来たんだね。まだクラシックをプレイできるよね。では、それがすべて幽霊の手取りミノだったらどうする？ここは僕に任せて。説得しよう。ほんの小手調べだが気に入らなかったのか。何を言われようと俺は何も直す気はないぞ。ようやく自由になったんだからな。プレイフィールドは俺の世界だ。好きにさせてもらう。奥と戦おう。はっ、そんな状態で戦う気か？お前など全身ぐるぐる巻きにされても、されていても倒せる。まずは俺のテトリミノを倒すことだな。そうだな、気前よく、まずは手始めに T と戦わせてやるよ。T にも手加減しようとされてる。おお、なんて優しい。T テトリミノ。あまり知られていないが、T は想像以上にポイントを稼げる。毎日 T スピンだ。本を読め。そうすればわかる。だが今日はお前に T から戦いの基本を叩き込んでやる。おーした。違った。T じゃない、あんた。どこだ、T。T どこ？あ、いた。まずい。指で行こう。おおおお。これボス戦の方がかっこいいな。ほら。当たんないね、全然。どうしたの？当たった。ういっす。うわ、怖い怖い怖い。おりゃ。ういっす。ういっす。ういっす。ここにアイテムあったよね、確か。あったけど。あ、今、エンチャント意味なかった。あ、あったあったあった。めっちゃええやん、エンチャント。あ、弓もある。いや、もう、やった。あ。ちぇ、怖い。なかなか手掛けにしてんの、こいつ。くそ、まずい。あ、もう。よーし。倒したぜ。どうした ?T テトリミノ。お、L が来た。やられたな。戦いに関して言えば君は誰にも止められない。君こそトップだ。究極の装備のクラフトを教えるプレイフィールドチャンクをあげよう。プレイフィールドチャンク？試しに一つ作業台に放り込んで作れるのも、もの、作れるものを見てみるといい。テトリミノ、シャードをかけらか、弾丸にして強力な武器を放てるパワフルな武器や、そんなもんあるんだ。ありがてぃ、ありがてぃ、やって。よし。おっと。これで、新しいテトリミノがグラブバッグに追加された。よーし、じゃあ、どんどん行きますか。ってことで、スタイルってなんだろう。まだこっち行ってなかったんですね。インフォは最初のところに戻るけど、スタイルは？あ、これか。もしかしてこの上にあるんかな？三つ目が。あ、ここだ。多分三つ目ここだよ。そういうことよね。新しい場所。クリア後に。完全クリア後かと思ったけど、意外と、あ、違った。違った。普通に間違えた。普通に間違えたやん。よしよしよし。こうで、こう。で、こう。はい、はい。スタイルは何だろう。一回こっちに降りてからやった。はいっと。うわ、ここ難しい。はい。あった、シンプルミーノ。はい、ゲット。あ、アンロックしました。見つけましたと。新しいスタイルをゲットです。試してみたい場合は、スタイル。で、ここでなんかできるのか。
これはどういうこと？スタイルってことは？あら、帰れなかった。あ、新スタイルもゲットできるんだ、これで。あ、購入ね。28ミノ足りません。ミノってこれか。これを28個も集めればいいってことね。お、テンプレート手に入った。 T テンプレート、あ、そういえば武器あったね。シンプル。あ、これになるわけね。あ、色が変わる。あ、テトリミノの色が変わるだけか。いや、これはもうデフォルトでいきましょう。あ、これでスタイルをたくさん購入すればいいのか。なるほどね。これもちょっと集める要素としてやってみましょうか、今度。これも取っとこう。よし。で、なんだっけ。武器が作れるんだっけ。これが鎧も作れるし、武器も作れる。せっかくだから武器作りたいな。これか。ってことで、これ、T テトリミノを1個作って、で、これで1個作ると。できました。これなんだっけ？おー、こんなんだっけ？投げて、なんかあったっけ？アドオン見たらわかるか。てか、プラス9結構強いぞ、武器。なるほど。これはいいや。めちゃめちゃいい。そっかそっか。ありましたね。アドオンと一緒ですね、この辺は。アドオンの能力と。あー、そういうことか。よし、ちょっと他にも見ていきましょうか。そういえばダイヤモンドが手に入ったっすよね。ダイヤモンドなんですけど、これか。ウルトラがダイヤモンド。これ一番上なんかな。ちょっとわかんないっすよね。どうなんでしょうか。これは一番上なのかな。でもダイヤ、ゴールド、さっき、だっけ、ゲーム紹介の時はゴールドだったんで、ダイヤが一番上かな。おそらく、ダイヤかな。うん。じゃあそろそろ。じゃあ今回ちょっと区切りがいいんで、この辺で終了ですね。はい。ということで、今回はこちら。テトリミノのダガーゲットしましたね。T。とりあえず T は倒せたんで、OK かと思います。で、これでね、どんどん四角とか、こういう形のやつをどんどん探していきます。はい、じゃあ次回どんどんダンジョンをプレイフィールドダンジョンを攻略していきます。それではご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。それではバイバイ。ありがとうございました。